あれ、お、あら、お前もか。そういうお前も。やだな、すごい偶然。偶然？いや、これは偶然なんかじゃない。だって俺たちは高校の同級生で、3人同じタイミングで年金の支給が開始になるってことなんだから。俺の名前は梨本徹、65歳になったばかりの独身年金受給者だ。年金入った。入ったよ。2ヶ月分30万円。俺もそのくらいだったな。まあそんくらいってことなんだろうな。俺も同じくらいだったよ。年金の受給手続きの時ばったり出会った俺たちは、日を改めて会う約束をしたのだ。会って話をするの自体はいつぶりだろう。もしかしたら高校卒業以来かもしれない。いやー悪いね、みんな忙しいのに無理って会いたいなんて言っちゃって。いや別に暇だしな。あ、ああ、おお、そうなんだ。だってもう仕事もないんだし、やることないよな。おお、いや俺はまだ仕事してるんだ。なんで俺が働いているのかというと、それには深い訳がある。トールちゃん、わかるわよね。あなたが頑張ってくれないと父さんも母さんも生活が成り立たないの。お願い。分かったよ、クソ。3万円だけ？もっともらったんじゃないの？はあ？ 3 万円で十分だろ。あのね、あなたにはわからないかもしれないけど、父さんと母さんには借金があるの。あなたが頑張らないと。わかるでしょ？わかんねえわ。俺の両親は、俺が学生の頃に授業に失敗し借金があった。そのおかげで俺は大学への進学を諦めて高卒で就職。借金の返済を手伝うため、両親にはずっとお金を渡し続けてきた。あれ？でもお前大学受けてなかった？受けたよ。で、受かってたんだけどさ、入学金払えなくなって蹴ったわけ。知らなかった。いや、言えねえわと思って。そんなんだからさ、俺貯金が全然ないんだ。だから働かないと。でもなんか納得いかないな。両親の借金とは言っても、そんなの親がしっかり返していけばいいだろう。借金残して行っちゃったんだよね。ああ、それはもうさ、逃げらんないじゃん、そんなの。退職する前は工場勤務で月収25万円あった。その中から毎月コツコツ5万円くらいを返済に充ててきたのだ。そして退職金の1000万円を借金の返済に充当し、ようやく完済。重荷は降りたものの、今度は自分の老後の心配をしなくちゃいけない。毎月家賃だけで4万円かかるだろう。食費に2万円、光熱費に1万円とか。あとそれ以外に雑費で2から3万円。最低限普通に暮らしていくだけで10万円は絶対にかかる。今までは給料の中から毎月5万円ぐらいを返済に充ててたけど、今度は同じだけ貯金していきたいから、そのためにはバイトしないとさ。そんなに厳しいんだ。厳しいよ。まあもう慣れてるっちゃ慣れてるけど、まあ元気なうちは働けってことなのかもな。俺はもう働きたくないけど。俺もいいな。しかし仕事がなくなると暇だよな。俺も暇をいただきたいです。何？お前いつ退職したの？先月だよ。ああ、俺と同じだ。俺60歳で定年だったけど。高田は60歳定年退職組。ここ数年は退職金で生活していたらしい。羨ましい限りだ。別に俺は暇じゃないよ。定年になってから何度か椎間板ヘルニアやっちゃってさ、もう大変だったんだから。高田は定年になるまで事務職で働いていた。平日は会社員としてデスクワークを、休日は趣味でパチンコに没頭。もちろん独身だ。まあまあ気楽に生きてたらしく、不摂生がたたって体を壊したようだ。
定年になってちょっと気が抜けたんだろうな。一気に腰に来て、その後膝もやっちゃって、今じゃあ毎月病院通いだよ。そうか、体は替えが効かないからな、大事にしないと。そうだよな、実は今ちょっと引っ越そうかと思って悩んでて。なんで？高田の住まいは昔ながらの団地だ。もともとは賃貸に住んでいたらしいが、破格の値段で売りに出ていたので迷わず購入。ただし部屋は3階でエレベーターはないのだという。40代までは良かったんだよ。ただもう50過ぎたくらいから階段がきつくて、用がなければ外に出たくないしな。なんでそんなとこ買っちゃったのさ。安かったんだよ、300万円とかだよ。安っ。事故物件とかじゃなくて？買った当時すでに築40年だったからな、古いんだよ。絶対にお買い得だと思ったんだけどな。でも引っ越すのもかったるいし、引っ越し代かかるし、今さら家賃払う生活に戻りたくないし。1階の部屋にすればいいんじゃない？バカ野郎、ただで住めるかよ。貯金で買えば？いや無理でしょう、高田だよ。無理じゃないやい。ただまあ俺の貯金は700万円くらいだから、不動産に手を出すのはな。そうか、いい案だと思ったのに。実はさ、俺も引っ越し考えてるんだけど、できないんだよね。なんで？売れないから。お前も持ち家なんだ。そうなんだよ、ただ俺のとこは本当に厄介でさ。高見は両親が亡くなった後そのまま実家に住んでいるのだという。65歳で定年退職する前は技術職でバリバリ働いていた。実家は駅から近かったし立地も良さそうだが、うちの家間口が狭いんだよ。いわゆる節道義務違反ってやつでさ、リフォームも建て替えもできないんだよね。なんじゃそりゃ。リフォームもできないって、そんなことあるの？あるんだよ。俺も大人になってから知ったんだけど、話を聞いてみると高見の自宅は道路に面している面がとても短いらしい。建築基準法によると間口の距離は2メートルないとリフォームも建て替えもできないのだという。うちは間口が 1.5 メートルしかないんだよ。いわゆる既存不適格建築物ってやつで、今の建築基準法では建物を建てちゃいけない場所なんだよね。間口が狭いと車入れないってことか？そうなんだよ、だから不便でさ。しかしリフォームも建て替えもできないって言うと、もう今のまま住み続けるか壊すしかないんだよ。高見の家は築60年超え、リフォームができないせいで住んでいて様々な不都合があるという。そもそも俺一人で住むには広すぎちゃって、2階なんか全部使ってないんだけど、そのままだろう。定年になってからいよいよちゃんと考えなきゃいけないなと思ってるんだけど、駐車場にもできないから売っても二束三文にしかならないと思うんだよね。かといって今のまま住み続けるのも限界があるしさ、本当嫌になるよ。誰かに貸せば？リフォームできないのに借りたがるやつなんかいないよ。重機が入れないと取り壊しもお金かかるんだよな。そうなんだよ、家を失ってお金もかかって、しかもこれから賃貸に住みたいかって全部嫌なんだよ。俺みたいに団地買えば？団地を買うぐらいなら古くてもいいからマンションにするね。おそんなこと言うってことはさぞかしお金持ちなんだろうな。俺はお前と違ってついこの間まで働いてましたから、退職金も全額貯金に回しましたから、ちゃんと老後に困らないように2000万円は用意してあります。2000万、すげえな。いやいや、俺たちみんな独身なんだからさ、備えはないとやばいよ。もうあと10年もすればいよいよ一人でどうすんのかって話だよ。10年後、どうだろう。10年後もまだ働いてんのかな。俺は10年後も元気でやってる自信があるね。年金もらうようになったらやりたかったことがあるんだ。
ん？なんだよ。ボランティアさ、近くの児童センターで将棋を教えてくれないかって頼まれててね。いいだろう。暇だな。いいな。高田さん、なんかあんの？またパチンコか？なんもないよ。やりたいこともないし。いいな。いや、よくないだろう。時間を自由に使えるってのはいいことだよ。いや、まあさ、でも梨本が一番頑張ってると思うよ。すごいやつだよお前は。そうだよな。いや、俺だったら絶対に借金投げ出して高飛びするわ。無理無理、お前のそういうとこある意味才能だよ。そうかな。そうだよ。そうか、ありがとう。その日は場所を変えて夜まで盛り上がった。誰かと一緒にお酒を飲むのも久しぶりでかなり酔ってしまった。おい、この後高田の家に行くぞ。やだよ。あの梨本、大丈夫？ほら、とっくに肝が座ってんだ。いや、そういう話してないよ。もう怖いもんはないぞ。何でもかかってこい。落ち着けよ。高田が言うようじゃ世も末だ。ほら、負けないぞ。やってやんぞ。誰だよ梨本に飲ませたの。お前だろ。落ち込む日もあれば元気になる日もある。この日は最高にご機嫌な夜を過ごすことができた。現実は厳しいけど、明日からも頑張ろう。チャンネル登録はもうしましたか？今回のおすすめ動画もよかったら見てみてください。動画の感想もコメント欄でお待ちしております。